皆さんこんにちは、貧乏です。今日はですね、焼き鳥弁当、長谷川ストアさんのね、焼き鳥弁当ですね。長谷川ストアというのはですね、函館の有名なですね、コンビニかな、そこで作られてる焼き鳥弁当っていうのは、ね、函館では有名なんですよね。それをいただきます。あ、あとこちら牛しぐれね、これ高いんですよ。1100円ね。こちらも豪華なお弁当いただきます。あとこちらね、大盛り朝げですね。熱っ。それではいただきます。どっちからいこうかな。牛しぐれからいきますか。二段弁当なんですね。これはですね、大丸で、札幌にある大丸でね、買ってきました。じゃーん。あら、美味しそう。これが牛肉ですね。ちょっとね、横になっちゃってね、ちょっとお肉がバラバラになってますけど、でこちらがね、お惣菜、おかずですね、これ。弁当も開けちゃいますか。じゃん。うまそう。見てくださいよこれ。素晴らしいですね。それではね、こっちの牛めしからね、いただきたいと思います。これうん、牛肉がね、ゴロホロホロ、うん、でね、こちら吹き、うん、味染みてますね。うん、ご飯と合いますな。これ何かな、ナスかな。うまっ。すごい贅沢な、もう今日がお正月みたい。
アサギ。これは何だ？天ぷら。何の天ぷらだ？これエビとなんかシソが入ってますね。うん。手探り状態です。とにかくうまいです。ちょっとこっちも、ね、焼き鳥弁当も行ってみますか。ここですね、くぼみがあるんですね。ここに合わせてこれ引くとあ、これ蓋しないとダメだ。だけが取れるはずなんですね。取れます。よいしょ。下手くそだな。申し訳ございません、ね。まあ、こうやって取り方があるんですよね。
まあこういうやり方があるということですね、うん、このまま食べましょう。やっぱり炭で焼いたのはね、あの味しますね。炭火焼き。焼き鳥なんですけどね、豚肉なんですよね、
氷があるの忘れてました。これは違う食べ物に使いたいと思います。人参。厚揚げ豆腐かなこれ、うん、厚揚げ豆腐うまっ。最後は最後に取っとこうかな。こんにゃく。味がしみしみ、うん、きんぴらごぼう、うん、さっきからお腹グーグーいってます、すいません。最後大根、うん、大根も、
お腹めっちゃ鳴ってる、恥ずかしい。こういうとこもカットせずにお送りします。いや、つぼい入ってた。聞こえるかな。うん、飲みました。いや、つぶはまっちゃう。いや、美味しかった。ごちそうさまでした。それでは皆さん、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。またねー。